皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。途中からですいません、ちょっと画面が止まってしまったのでここからの撮影になります。ソロリーグですね、前回の続きです。2464かなぐらいまで、稼いだ続きになります。お相手がサタガリーダー。サタガはね、どうしようかなってシャッフル回したんですけど、まあちょっとシャッフルこれ以上回せないなと思ってゴーしました。砦に対して相手が、ああ飛ばない、よいしょよいしょ、はい、とりあえずパンダいきましょうか。虹パンダ強いっすよこいつ。こいつは強いよ。もうここも行ったらいきなり行くか。オーク、レイガン君に、レイガン君って怒られるかな。オーカイジャー、なるほど、ちょっとめんどくさいキャラではありますが、まあなんとかなるかな、全然問題がない。よいしょ、ここだけ取られたくないですね。はい、キラービーを見て、これ横上げできてるんですよね実は。トリデはちょっと削られちゃったんですけど、まあ動きね、さあキャラバー全部割れましたね。はい、で、あーワンパンじゃなかった、もったいねえ、ワンパンじゃないのに削られちゃった。おー強いな。あそこね、親心打ってもらって倒してもらって、だいぶ頑張ってくれてはいるけど、魔導か、魔導これでいきましょう。パンダでいこう。ね、時間が足りないんだよねこれ。なるほど、クドラー悪縁、あの重ねを解除したいっす。重ねを解除する置き方、これ勝てないんで負けないような流れが取れればいいかなって感じです今のところ。まあさすがにちょっと無理ですね、鬼出が取れなかったのが遠かったっすね。三鳥の遠さ、首が惜しいちょっと惜しかったね、ちょっと惜しかった。こっちから大型はいけなかったんで、絶対にもう勝ちがなかったから、まあしゃあなし。次行きましょう。はい、ちょっとやばいキャラ来ちゃいました。プリンセスリーダー持ってればいいんだけど、なんかプリンセスリーダーでプラス1が多い印象、めちゃめちゃ強いのに、まあ、本当に当たりたくない。ワンちゃん負けるからねプリンセスね、旗の運営次第では。なのでまあとりあえずまず大型2本は必須。リザ、うーんちょっとね大型に火力がないんだよねこれ。いやでも行くか、ちょリザも遅延で何とかしたい。あとポックルがいる、ただリザの吹っ飛ばしで奥にやってポックルが触られるってことは良くないんで、それだけ気をつけたいですね。最初から気をつけておかないと絶対にやりますから。吹っ飛ばしたけどポックル触られちゃってみたいな、せっかく後ろからポックル殴ったのにもったいないみたいなパターン絶対にあると思うんで、そこだけ注意しましょう。でここ飛べば取る、飛ばない取らない、ちょっと考え中、相手が足いかどうか次第、足いなかったら考えていく。あいるね、いかなくてよかった。これ剣士みたいな取れたな、まあいいか。プリンセスだもんね。はい、カンガルー行きましょう。ブルーと、ちょっと様子見っすね。リザ一体流しますか。パンダ、なるほど。パンダ、マミー、ブルードか。ちょっとやだな。パンダ、マミー、ブルード、プリンセス。嫌っすね、これ、だいぶ。ちょっとずらして遅延します。時間かけます。さあ、ここね、抑えなきゃいけない。抑えた、それが来るのか。ちょっと吹き飛ばしで遅延。遅延してゼウス、プリンセスを触ら、プリンセスから触らないようにする。ゼウスを置く。
置いたけどサイクロンには駆られる。まあこれしょうがないでしょ。連絡の後やれる気がする。 OK、 やった。ワンチャンある。こっからガチでワンチャンある。あ、ノームいるけどカンガールもいるけど、ここまだ守る気。吹き飛ばしで奥にやれないのか、この位置。時間足んないかな、どうかな。ノームがね、遊んじゃってるんですよね、この位置で。足りないですね。砦削れてないもんね。はい、というわけで、ドローですね。リザのね、なんだっけ、裏座がかなりね、噛み合ってましたね。まあ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 、負けないよりはマシなんで、今すごい強ピー持ってるんで、ここで負けるのもったいないんで、より丁寧にいきましょう。はい、それでは3戦目いきます。かなりヤバいから来ました、マクロスフロンティアバルキリー。マジで嫌です。このキャラね、強化されてから結構暴力なんですよ。倒せるキャラがね、極端に減った印象。ピクドラ、ピクドラかな。でもピクドラね、引いてレートラとか切られると、まあ、その時点でピクドラが有効じゃなくなっちゃうんで、それもね、難しいんですよね。あ、ナスいきます。はい、ヴィーナスです。ヴィーナス素晴らしい。ただこの配置はね、砦を取ってもカンガルー切りづらい。上に2体切らなきゃいけないし、だいぶ低めになるので、砦は無理せずぐらいで、ヌボー1でいきます。ちょっとキャラ数取っておきましょうか。で、剣士の裏技で第一を狙って、狭いんですよね、4取り。なのでこんだけ狭いと、うわ、しかもまさかのここで来るのがチビドラか。チビドラちょっとやばいっすね。いい方とかしなきゃいいんですけど、いや、まさかのそれでそこでそれも来るのか、これかなりやばい。カンガルーもやられるし、ここやれるんだけど、この後ね、そこスキルフに届かないよね。届いてほしいな。そうだよね、来るよね。このレビーをね、キラビーで見たいんですよね。本当はキラビーを置きたくないんだけど、置かなきゃいけないんだよね。これは意地でもドローにしたい感じ。頑張ってドローを狙いたい。いや、これブルドラ行く。いや、もうアンチばっか、やばすぎ。この水で落としな、それライン下げたいもん。あ、考えてもう一枚最初でもよかったな。はい、なんとかちまちま削ってはいるんですが、いや、もうだいぶきつい。なぜなぜこんなにきつい。いやー、剣士間に合わない。でもこれね、間に合ってもね、どっちにしてもね、あ、ちょっとチビドラも何で今入ったのどっちにしても無理なんだけどさ、コスト差的に、吹っ飛ばされるから無理なんだけど、いやー、ここまでダメなんだけどな。これはちょっとやばいっすね。アンチ関係がひどすぎる。ベビーパード重すぎのナス、あれ入んなかったのと、チビドラがマジで重かった。こっちキラビリーだからね、チビドラね、なんま引かれないと思うんだけど、たまたま引いたチビドラでしょ。誘ったよ、俺には超効いたよ。マジで勘弁してほしいわ。これでどんだけ持ってかれるかでね。マクロスは、まあでもね、強いキャラではあるから持ってないとは言えないんだよね。持ってたら嬉しいけど、裏キメラっぽいんだよね。持ってる人はキメラ使わないんだ。天才いくつやるこれ。あ、まあ、巻き返しは効くわ。でもこれ乾杯50なんでいかないです。かなりヤバいキャラ来ました。ヤバいキャラしか来ねえんだけど、ベビーベビーリーダー、マジか。まあ、ビートルかデビルだね。ビートルかデビル、ビートルデビル、まあ足引かなくてもいいから最悪。ビートルデビル大型2本、ビートルオアデビルでいい、両方はいらん。行こう、完璧。足とビートル、足とデビルと大型2本、素晴らしい。もう素晴らすぎる。俺は勝たなきゃいけない。お相手2連勝中でした。今なんかマッチングなんか落ちるバグあるじゃないですか。なのに連戦でリーグ回ってるの勇気あるね。
俺全部一戦で帰ってます。再戦は受けるか受けないか選ぶけど、再戦以外で連戦はしないです。怖いんで落ちても。で頑張ってさ、ね、2時間とかかけて50は稼いでさ、マッチング不良で落ちましたって言ってさ50持って帰るのアホらしいよね。さあここは取りましょう。なるほど、えらい、えらいけど取られる。いいよいいよ、いい、全然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 、こっちにはデビルがいる。どうした、取られちゃった。でもこれ考える切りたいから、もうこれ以上争えないぞ。これ考える切るのに、そんなことやったらいつまでも考える切れなくて、切ったら大型残すことないみたいな状況になるから、まあ原因ないしまあ原因ないし大型残すと。本当はあんま食らいたくないんだけど、しょうがないね。なるべく耐えたい。痛いけどしょうがない。第一切り打ちすぎじゃない相手のアマゾネス。ちょっと異常だよ、おかしいおかしい。ここはね、クイーンいく。取ったけど、あー、そのアマゾネスこっちくのでかいわ。ドラゴコロ発動して OK、 いいよ。後ろはキラービールも止められると思うんですよね。なのでこのねヒューラをやってもらって、トリベを取ってもらって、ただちょっと間に合わないかな。どうかな、どうかな、ちょっと怪しいですね。相手コースあるですもんね。あ、入った、ミスったね相手大砲、ラッキー。というわけで点差勝利ですね。これはラッキー。大砲ミスってなかったらワンチャン止めれたんじゃないか、わかんないけど。しかし2、再びごめんなさい。またね、画面が止まってしまいました。なので、途中からになりますが、続きですね。もしかしたらさっき4戦終わったかもしれないんだけど、連戦ってか、またやっちゃったんで、このままやります。こうやってサイクルガール。一応、現役強化2枚引いちゃって、現役多いんですけど、まあ、考えればね、迎撃っていうか、まあ、攻めの迎撃なんで、とりあえず、よしとしましょう。OK、素晴らしい。これだったらマジでかいね。でかいんだけど、早いな、くんの。さあ、キメガに対して何来る？はい。おお、それが来るか。まだ考えてきてない。これライン下げます。キメガ触らないんで、確実にいけます。これ多分ね、粘るとね、良くないと思う。ただレードレードでしょ、相手。なので、まずカンガール1本いく。いや、ここ決めていこう。水入っちゃったけど。まあいいでしょ。多少は。ちょっと削ったから、まあいいんじゃない？で、ここにデビ行ったら削ってやれるよね。そうだよね。OK。さあ行こう、干渉に。干渉へ向かって。まだキラビもう1本いるんで。あ、マミンのか。じゃあ、コンデビー行きます。カンガール行きます。あれ、ラストラビットかな。ちょっと前気味のカンガール攻めですね。サイ。マミーが強いわ。マージで強い。今ほんと強いな。ここは抑える。ギリギリまで。
天使置く。ナイス、オッケー。というわけでワンパン入ったんで点差勝利ですね。はい、というわけで点差勝利、ありがとうございます。なんとかなんとかいくつもらえるか。1。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。さっきのね、負けが響き、30だっけ点差で、ちょっと増やして今ここですね、あと60 ちょっと長いですけど、先は遠いですけど頑張りましょう。先は長い。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。